今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。エントリーナンバー1。モササウルスは食物連鎖の頂点に君臨したといわれる大型の海の生き物だ。鋭い歯を持ち強力な噛みつきを繰り出す。エントリーナンバー2。ティラノサウルスは高い攻撃力を持つ大型肉食恐竜だ。鋭い牙と強力な噛みつきで相手の骨を砕く。エントリーナンバー3。トリケラトプスは頭に3メートルの角を持つ巨大草食恐竜だ。3本の角を前に出し突進して相手を貫く。首の周りについているフリルと呼ばれる襟で急所への攻撃から身を守る。エントリーナンバー4。ブラキオサウルスは全長25メートルの超大型恐竜だ。体重は40トンあり、とても重い。太い足で蹴り上げるメガキック、長い首を振り回して相手を打つのが必殺技の恐竜だ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。 Ready Fight。
勝ちだ。戦う恐竜の動画を最後まで見てくれてありがとう。はぐくみアニメーションでは戦う恐竜の動画を日曜日から金曜日までの夕方5時50分に投稿しています。概要欄に過去に公開した恐竜の戦う動画のリンクを貼っているのでぜひ見てください。そして毎週土曜日朝8時に恐竜バトルの総集編が公開されるよう、動画の配信を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。また見てね。